こちらのレースクイーンに着替えていきたいと思います。そして今つけてる下着も紹介していくので、よかったら見ていってください。では下着紹介していきます。今日つけてる下着はこんな感じです。前にこう穴が開いていて、これ全部レースでとってもセクシーなデザインの下着になっています。では上の下着も紹介していきます。上の下着はこんな感じです。お揃いのデザインなんですけど、これは全部レースになっていて、この横もレースになっていて、とても大人っぽいデザインの下着になってますよね。ではレースクイーンに着替えていきたいと思います。今日はこちらのレースクイーンに着替えてみました。どうでしたか？よかったらコメント欄で教えてください。この動画が良かったら高評価とチャンネル登録お願いします。ゆいの秘密の動画がコメント欄から見れるので、よかったらそちらも覗いてみてください。今日はありがとうございます。ゆいでした。